学校に一つは怖い話は伝わっているもの。血を流すベートーベンの顔。トイレの花子さん。夜動き出す骸骨。プールに引きずり込む手。走る二宮金次郎。きっとこれらの怪談もどこかの学校で生まれたものなのだと思う。誰かが怖い話を集める上で、それらが有名になっていった。今時こんな怪談話は誰も信じないけれど、聞いたこともない怪談だったらどうだろうと思う。どんな学校でも聞いたことのない怪談、初めて耳にする怪談、それはとても信憑性の高いものだと思う。私の学校にもあるの、誰も聞いたことのないような怪談話。私の通っていた小学校に伝わっている話はこうだった。私の学校には児童用の下駄箱が2箇所あって、片方は今は使われていない裏玄関にあるの。森に面している裏校門用の下駄箱で、昔はそっちに小さな道があって、そっからみんな登校していたんだけれど、最近になって大きな道路が開通したから、みんなそっちから登校するようになって、正門が新しく作られて、新しく下駄箱も作られた。で、その下駄箱なんだけど、まだ名札が付けられているところがある。もう使われなくなって5年ぐらい経つらしいから、今じゃ6年生になっている子のね、名前は瀬賀博。この階段の主役とも言える子なの。今6年生になっているはずなんだけれど、6年生にこんな子はいないのね。私いろいろ調べたんだけど、どうやらこの子1年生の時に行方不明になっているらしいの。誘拐か事故か家出かって問題になったらしいんだけれど、ひろし君は結局見つからなかった。それで先生たちはいつひろし君が戻ってきてもいいように彼の下駄箱をそのままにしておいたっていうのがみんなに広まっていることなんだけれど、でもね、先生たちはそんなことしてないっていうの。下駄箱の名札はちゃんと外したはずなんだけれど、外しても外しても次の日にはまた名札が下駄箱に取り付けられているらしくて、きっと困った先生の誰かがこのいい話をでっち上げたのね。で、面白がった子が下駄箱の中を見てやろうって開けようとしたらしいの。けど鍵がかかっているらしくて、どうも開かないらしいのね。子供の力じゃどうしても動かないから、先生たちも開けようとしたんだけど、でもやっぱりどんなことをしても下駄箱の鍵は開かなかったらしいの。いっそのことを壊してしまえばいいのかもしれないけれど、この下駄箱は先代の校長の友人が寄贈してくれたものらしくて、それもできない。鍵屋に頼んでも結局開かなかったらしいの。それで今でもひろし君の下駄箱はこうやって放置されたままなの。そのうち一つの噂が流れ出した。あの中には行方不明になったひろし君がいるって。噂はどんどん広がっていったわ。夜中になると中にいるひろし君が下駄箱の中から出てきて学校を徘徊するだとか、その姿を見た人は下駄箱の中に連れ込まれてしまうだとか、中でも一番広がっていったのが名札の話なの。下駄箱の名札を剥がすとひろし君が家までやってきてどこかへ連れ去ってしまうって。みんな怖がって裏校門に近づかなくなっていったわ。でも何度か名札を剥がしたことのある先生もいたし、ふざけて名札を剥がした子もいたけれど、結局何も起こらなかったの。少しずつこの噂は薄れていって、誰も語らなくなっていたある日のこと、あの事件が起こったの。6年生の子が行方不明になったのよ。学校や警察が一生懸命になって探したけれど、その子は見つからなくて、諦めかけていた時にあの裏下駄箱の方で子供の悲鳴が上がったの。駆けつけた先生たちは自分たちの目を疑ったわ。あのひろし君の下駄箱の前に腐った子供の死体が転がっていたの。のこぎりで切断された腕、首、足、胴体、それが腐臭を漂わせながら捨てられていたの。駆けつけた警察の調べによると、死体は行方不明になったこの死体じゃなくて、あのヒロシ君の死体だったの。行方不明になっていたヒロシ君の死体がまた行方不明になったこと入れ替わりになって現れたのね。そしてもう一つ驚くべきことが起こっていたの。
ひろしくんの名札が付けられていた下駄箱、その名札が変わっていたのよ。大越豊。そう、今回の事件で行方不明になったこの名前だったわ。警察は下駄箱の中を確かめようと鍵を開けようとした。すると鍵は簡単に開いたらしいの。あれだけどんなことをしても開かなかった鍵がすんなりとね。中は凄まじいことになっていたらしいわ。腐った肉片が中のあちこちに散乱していてぐちゃぐちゃだったそうよ。警察は判断したわ。この中にひろしくんの死体が隠されていたって。でもおかしいの。もしあの中に死体が入っていたのなら腐臭が漂っていたはず。けれど匂いは全くしなかった。鍵はどうして開いたのか、匂いはなぜしなかったのか、そして行方不明になった豊くんはどこに行ったのか、下駄箱に豊くんの名前を入れたのは誰なのか、誰がひろしくんを殺しノコギリで切断して下駄箱に詰めたのか。私は調べた。すると面白いことが分かってきたの。今回行方不明になった豊くんは1年生の時にひろしくんと友達だったらしいの。当時ひろしくんが行方不明になった時も豊くんは最後まで一緒に遊んでいた。そして行方不明になった当時、彼は精神が不安定になっているってことで入院もしていた。こうは考えられないかしら。当時ひろしくんを殺害したのは豊くんだった。彼は殺したひろしくんの死体をノコギリでバラバラに切断してあの下駄箱にしまったの。毎日毎日どこかに隠してあったひろしくんの死体をノコギリで切断してはランドセルにしまって、こっそり少しずつあの下駄箱にしまっていった。でもあの裏下駄箱、暗くてよくわからなくて、1年生の子にはどれがどれだか名札がないとよくわからないのよね。だから目印のために豊くんは名札をつけたの。どこにバラバラになったひろしくんがいるのかわかるために。とここまでは説明がつくんだけど、問題はこの先。豊くんはどこに行ってしまったのか、なぜ下駄箱は開かなかったのか、今になってなぜ死体が現れたのか、匂いはなぜしなかったのか。そこでこの学校に伝わるもう一つの怪談を教えてあげる。あの裏下駄箱を校長の友人が寄贈したって言ったわよね。あの友人も行方不明になっているらしいの。下駄箱を寄贈したすぐ後に妙な魔術書を残して消えてしまったの。魔術書の題名は悪魔との契約、魂の書。私が考えるに、この友人はある魔術をあの下駄箱に込めて寄贈したんじゃないかしら。あの魔術のために子供たちを実験にしたってことね。今では使われなくなってしまったけれど、寄贈した当時の記録を見ると、あの下駄箱ではいろいろな事件が起こっていたらしいから。下駄箱に指を挟まれて切断してしまった生徒、下駄箱の中に動物や虫の死骸が入れられてしまうとかね。つまりあの下駄箱は魂を欲していたのね。虫や動物、そして子供。豊くんはひろしくんの死体をあの下駄箱に入れてしまったがために、その魔術を発動してしまった。それで奇妙な現象が起こったのね。じゃあ豊くん本人はどこに行ってしまったのかしら。ここで一つ面白いことを教えてあげる。今あの裏下駄箱に新しい名札が付けられているらしいの。大塚みどり、なぎあきら、桜井隆、吉田光子、みんなここ最近行方不明になった子供の名前。魔術は願いを叶え終わった豊くんの失踪で発動してしまったのね。だから下駄箱は子供たちを食い始めた。もうきっとこの学校は終わってしまうでしょうね。子供たちが全員いなくなるか、それともどちらにしろね、この階段を聞いた人はあの下駄箱に名前が刻まれるわ。それが決まりなの。これが私の学校にある階段、下駄箱。冗談よ、こんな階段本当にはないから安心して。
デタラメよ。今作ったの。驚いた？ところで、あなたの名前、教えてもらえるかな？